人生で一番プレイしたゲームですね。負けず嫌いですね。頑張ります。名前は四季です。年齢は20代です。出身地は姫路ですね。自営業やってます。世界文化遺産の姫路城があって、姫路おでんが美味しいです。姫路ええとこなんで、もしよかったら来てください。兄弟もやってますし、仕事場にもいっぱいプレイしてる人いますね。なんか戦場の支配者でなんか呼ばれてるっていうのは聞いたことありますね。いやまあ占領戦で支配してるから呼ばれとんかなと思いますけど。あ、まあ大体仕事ですね。仕事終わって、まあ、帰宅してゲームやるみたいな感じですかね。でも仕事中もずっとやってるんで、もう多分18時間とかやってますね。あ、もう欲しいモンスターが引けた時ですね。いや、バーボラとかオベロンとかですね。あ、もうワールドアリーナですね。ワールドアリーナだけ人と人で対戦できるので、まあ、そこが面白いと思ってますね。戦略的なタイプだと思いますね。初めて赤さん取れた時ですかね。結構かかりましたね。多分 3年ぐらいかかりましたかね。オベロンですかね。あ、もうかっこいいんで好きですね。あ、ギルドのオフ会には参加したことありますね。でやっぱり同じギルドの強い人たちと集まって話しながら、まあ、飲みながらワイワイできるのはやっぱ楽しいですね。で今回の大会は勝てると思ったから参加しました。ちょっと緊張しましたけど、自分なりのプレーができてよかったです。強い選手がいっぱいいたんですけど、まあ、勝つ自信はありましたね。UT プレイ選手や田中選手など名だたる強豪選手に勝てて一番乗りを決めれたのはとても嬉しかったです。2日目はどの選手が勝ち上がってくるのか楽しみで見てました。1週間ぐらい前から田中選手と会議して戦略を立てながら準備しました。自分の戦略に必要とするモンスターを引くのが苦労しました、ね、バーバラですね。ガイアさんですね。フレンドで仲良くさせてもらってますし、ルーンもすごく強いので、まあ、できれば避けたいですね。一度も対戦したことない選手が何人かいるので、その選手たちと対戦してみたいですね。普通だと思います。日本予選も特に多分変わらないですね。出るからには優勝したいですね。いやまあこれが勝つかな。はい、ありますけど、まあ秘密ですね。いやもう実際に優勝してみないとわからないですね、それは。日本の選手は探求心が強くて、まあ、ギルド内でもどのモンスターが使えるとか使えないとかいろんな意見が出るので、だから幅広くいろんなモンスターが使えて戦えるから独特だと思われてるんだと思います。まあ、応援してくれる人がいる以上絶対優勝します。今年がコロナの影響でオンライン対戦だったんで、来年こそはみんなでワイワイ集まってできるような大会になってほしいです。俺に勝てるのは俺だけだ。